マサトです。聖書一日一章の時間となりました。今日はこの聖書の新約聖書のコリント人の手紙の第2の8章となります。では早速コリント人の手紙第2の8章を見ていきます。コリント人の手紙第2の8章。さて、兄弟たち、私たちはマケドニアの主教会に与えられた神の恵みを、あなた方に知らせようと思います。苦しみのゆえの激しい試練の中にあっても、彼らの満ちあふれる喜びはその極度の貧しさにもかかわらずあふれ出て、その惜しみなく施す富となったのです。私は明かします。彼らは自ら進んで力に応じ、いや力以上に捧げ、生徒たちを支える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちに願ったのです。そして私たちの期待以上に神の御心に従って、まず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれました。それで私たちはテトスがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですから、それを完了させるよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのこと、すなわち信仰にも言葉にも知識にもあらゆる熱心にも、私たちから出てあなた方の間にある愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。こう言っても私は命令するのでありません。ただ他の人々の熱心さを持って、あなた方自身の愛の真実を確かめたいのです。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の益になることだからです。あなた方はこのことを昨年から先に他に先んじて行っただけでなく、このことを他に先んじて願った人たちです。ですから今それをしとげなさい。喜んでしようと思ったのですから、持っているものでそれをしとげることができるはずです。もし熱意があるならば、持たないものによってではなく、持っている程度に応じてそれは受容されるのです。私はこのことによって他の人々には楽をさせ、あなた方には苦労をさせようとしているのではなく、平等を図っているのです。今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。私があなた方のことを思うのと同じ熱心をテトスの心にも与えてくださった神に感謝します。彼は私の勧めを受け入れ、非常な熱意を持って自分から進んであなた方のところに行こうとしています。また私たちはテトスと一緒に一人の兄弟を送ります。この人は福音の働きによって全ての教会で称賛されていますか。そればかりでなく、彼はこの恵みの技に携わっている私たちに同伴するよう諸教会の任命を受けたのです。私たちがこの働きをしているのは主ご自身の栄光のため、また私たちの熱意を示すために他なりません。私たちはこの献金の取り扱いについて誰からも非難されることがないように心がけています。それは主の御前ばかりでなく、人の前でも公明盛大なことを示そうと考えているからです。また彼と一緒にもう一人の兄弟を送ります。私たちはこの兄弟が多くのことについて
熱心であることをしばしば認めることができました。彼は今あなた方に深い信頼を寄せ、ますます熱心になっています。テトスについて言えば、彼は私の仲間で、あなた方の間での私の同労者です。兄弟たちについて言えば、彼らは主教会の使者、キリストの栄光です。ですからあなた方の愛と、あなた方ですから、あなた方の愛と私たちがあなた方を誇りとしている証拠等を主教会の前で彼らに示してほしいのです。感謝いたします。コリント人の手紙の第2の8章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、あなたの魂に、この聖書をあなたのもとに、マサートの聖書一日一緒でした。このマサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いいたします。次回のコリント人の手紙第2のでお会いいたしましょう。マサートでした。主イエスパッションプレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。